94C v ー,ード車、トヨタ 94CV は、1994年ルマン24時間レース、参戦用のトヨタのプロトタイプレーシングカー。94CV と名乗ってはいるが、新車ではなく、基本的に1991年、j s p c 参戦用のグループ C カー、91CV の使用変更車である。1992年の JSPC、 ルマン24時間に参戦した 92CV。1993年のルマン24時間レースに参戦した 93CV も同様である。グループ C 規定が1993年にいっぱいで終了したため、1994年のルマン24時間レースは LMP と LMGET で争われることになった。94CV は前年カテゴリー2で暮らす。 優勝した 93CV を LMP 一規定に使用変更した車両である。フルフラットボトム化され、ウィングも小型化され、外観もかなり変更された。エンジンは同じ R36V 型 3.6LV 型8気筒ツインターボであるが、エアディストリクター小道が絞られ、パワーは 550PS まで落とされた。ラップタイムは前年より約10秒落ちとなった。 1994年、トヨタは、ルマンに、ワークス参戦はせず、サード、トラストから2台の 94CV をエントリーさせた。ワークス参戦ではないとはいえ、前年カテゴリー2で、サードがクラス優勝していることもあり、本命視されていた。しかし当時の LMGET 規定は1台でも、行動使用者があれば、公認を受けられることになっており、 ポルシェ962の行動使用者を作り LMGT1 の公認を受けたダウアー 962LM ポルシェがエントリー LMGT 規定ではホイール系が LMP1 より小さくなるがエアリストリクター小道は大きくなり 650PS を発生すると言われたポールポジションこそクラージュ C32 ポルシェが獲得したが レースは2台ずつの 94CV とダワーで争われた。夜間にトラスト車がトランスミッショントラブルで遅れたものの、サード車は順調に周回を重ね、残り1時間15分の時点で2位のダワーに9分もの差をつけ、1991年の松田787バイト以来の日本車の優勝が目の前に来ていた。しかしメインストレートでシフトリンケージトラブルで、 急遽、スローダウン、ドライバーのジェフ・クロスの負はマシンを降り、手動でミッションを入れ、スロー走行で一周し、ピットイン。修理したがこのピットインで2台のダウアーに抜かれ、サードの 94CV は3位にまで転落した。その後エディアバインの追い上げで、残り2周で2位を奪還するものの、日本車に止め、そしてトヨタ初のルマン制覇はならなかった。その後帰国したサードは、 鈴鹿1 0 0 0トルに参戦する。ダウアーも来日することになっており、ルマンの対決が再現されるはずであったが直前に、キャンセル。ライバル不在となったレースで、サードの 94CV は独走するが、トラブルで、リタイアとなった。これが一連のトヨタのシーカーの最後のレースとなったが、R36V エンジンは、その後1998年、トヨタ GT1TS020 に搭載され、 再登場することとなる。なお優勝を逃したとはいえ、歴史に残る構想を見せたサードの9 4 c v は、その後サルトサーキット隣接の博物館に寄贈され、展示されている。ありがとうございます。